お、すごいですね。キャップだったんですね、これ。いいんですか？ちょっと。うん。お。ご会長。すごい。こんなの見れないよ、見れないよ。トリケン。日本で1、2、3、4。今5両ですかね、全部。ペットボトルね、あれなんですよ。オイルと水入れてるんですよ。アナログのアナログのアナログ。どうですか、前見えます？こんなんで操縦できるんですか？これまだ見やすい方です。これ見やすい。はい、これ視界これだけ。日本の蒸気機関車の中では、はい、ボイラーがちっちゃい部類に入るんです。これちっちゃいんだ。ボイラーの外気ここですよね、うん、で大きなやつになるとこれがここぐらいまで出てきます。でボイラーの長さがこの機関車より長いんで、あ、さらに見えなくなるんですよ。なので2人で運転するんですよね。 あっち側見えないでしょ。見えないですね。で向こうに信号機があったりすると、うん、あの機関士さんが機関乗士をここ一生懸命こうやって向かって、はいはい、あの指示信号って言って叫ぶんですよ。そうすると機関士がここから見て場内進行とかいうのを聞いて機関士さんが場内進行って答えながら、2人1組で運転していく。すごいけどもうちょっとなんとかならんかったのかな。大丈夫さん、これは窯ですか？窯です。これ一応人が入れる大きさになってます。これ窯人入るんですか？はい、窯掃除に。あ、です。詰まるっていうお話したじゃないですか。あ、ここから潜ってえここに高圧ホース持ち込んでドーンって向こう側に残るんです。ここに入る時にはゴーグル、ゴーグル、マスク、マスクで、その上にタオル巻いて完全防御ですよね。出てきたら真っ黒。なるほど。本当のやつ、本当のやつは一月一回ぐらいですかね。マジっすか。これは何ですか？これは刺す油です。油ですよね、はい、もう山ほど。油油油、こういうのがないと動かないのかな。あ、じゃあちょっとエンジンかけていただけますでしょうか？はい、私は座るんですか？はい、はい、失礼します。ついてるもの何が何か分かんないですよね。何にも分かんないです。でまずこの機関車を前に行くよとか、はい、後ろに行くよとか、はい、車でいう 1、2、3、4、5速を切り替えるものが逆転機。これがトランスミッション。はい、でロックを外していただいて、はいはい、時計回りぐるぐるぐるっと回してる。これこんなにしていいんですか？はい、です。まだまだゴンって言って止まるまで回る。マジですか？大丈夫かな？止まりました。で、その状態でロックかけます。少し戻してロック、はい、少し戻してロック、はい、はい。車なら全身のローギア、全身のローギア。で速度が出ていくと、はい、これをだん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 戻して、なるほどなるほど、くるる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 で、だいたいここの刻みで10とか20っていうのがちょっと見にくいですけど、はいはい、あ、そこの10、そこまで行くと行ってみる、トップギアに切る、はい、これトップギア、トップを過ぎるとはい、はい、ニュートラルなんです。ここ もうちょい戻して、ここがここがニュートラル。あ、これがニュートラル。これがニュートラル。で今度反時計回りに回し続ける。そうすると今度バックが入るんですよ。どこがバック？あ、もうニュートラル過ぎてからあの反時計回り回したらもうバックです。あ、もうバックでどんどん加速していくんですね。はい、今度バック更新です。更新、はい。ですから最初に進む時にはもう目いっぱい、時計回りにゴンって当たるまでと。なるほど。半時計回りにボーンって当たるところでスタートしていく。で、これがブレーキ。これがブレーキです。おあ、大丈夫です。あ、これが機関車だけに効くブレーキです。機関車だけに効くブレーキ、はい、はい。で、機関車って貨車とか客車つなぐで、ですね、全部に効くブレーキ。へえ。なんで2つある。これがアクセル。アクセル握って引く、はい。蒸気がこれで送られていく、ピストンとかで、こうやってフルマックスにすると、はい、空気がたくさん送られるので、はい、速くなる、はい、
こうやって引くと空気の送られる量が少なくなるから遅くなる、はい、はアクセルっていう表現は、まあ、車の場合だと調整するじゃないですか、はいはいはい、本物の蒸気機関車の場合はだいたい発車から1分30秒ぐらいかけて満開全開にして、はい、全開にします。まず全開にしたであとほっときます、はい、ほっとく、はい、で調整はここでやります。なるほど、調整をこうやって、はいはい、それをだん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 トップギアですね、はいはいはい、ニュートラルっていうところに近づけていく、いきながら、蒸気の量、使う量を少なくする。基本的にもう開けたら開けっぱなしです。開けたら開けっぱなしですか、はい、ちょっと難しいんですけど、実際の運転ってこれをこう、まあ、開いてない状態から、これ全身フルギアだと思ったってことですね。全身フルギア、で、はい、発車しますってポーっててガーって開けるでしょ。へー。で、最初にボッ、ボッって言うじゃないですか、うん、そうすると、そこを大体1回転半ぐらいくるっと戻すんですよ。おー、1回転半ぐらい戻す突き当たりました。はい、じゃあそこでロックをかけていただいて、じゃあ発車って言われるとしょ、こいつをクイッと引きます。はい、それぐらいで、で、ポッポッって言ったらこれを1回転半戻す、書いて、はい、そこぐらいです。で、あとはだんだん速度が上がっていくにつれて、はい、速度足す、速度足す、その締め切り率ってそこに数字があるでしょ、はいはい、締め切り率これが65になるように調整していく。ということは20キロって速度が出てれば、はい、そこの締め切り率は40、40、はい、25キロ足す40ですから65でしょ。はいはい、基本的にはこのトランスミッションで調整してるんです、はい、なるほどなるほど。で、あとこれクラッチです。それを前にするとつながる状態。じゃあ、まずこれノークラッチにして、はい、こうくるくるして、はい、カシュンってやってから、はい、押すか。あ、そうです。あ、しかしすごいですね、これ滑らかに動くんですよ。この240箇所の油を刺し続けているからですね。すごい動く、これここにもあるでしょ。ほんとだ、ある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 。速度計の上にもなんかちっちゃいこっちがあるでしょ、これ。で、そいつグッて押してみてください。向こうが、あ、あ、動く。で、そこもこれも油全部油。ちなみにこれサイドブレーキです。これサイドブレーキね。これグルグルグルでかいよ。ついにですね、エンジンがこれからかかります。すごいですね、音もなんかこうすごい昭和な感じがしますね。ちなみになんで蒸気機関なのにエンジンなんだっていうお話なんですが、谷口さんが魔改造したってことですよね。だん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 赤い針と黒い針が動いている。まあ、新しいものですね。これは新しい、昭和63年だそうです、はい、昭和63年が新しいもの、この機関車が来た時に、はい、実はないものがいっぱいあるんです。まあ、捨てる部品を、捨てる部品をここに使ってる。はぁ、高いところにほぼほぼ行けば、汽笛とかこのブレーキが起動します。で、鉄道のブレーキ自動車のブレーキと違って、握ったら効くっていうやつじゃないんですよ、うん、自転車のブレーキを想像してみて、はいはい、挟み込むんです、はい、握ったら効くんですよ、うん、で、鉄道の場合は違うんですよ、うん、握るのを忘れると効くっていう、要は手を離した状態で完全に効いてるんですよ。で、緩めたい時、はい、目いっぱい握ってやらないとパッて開かない。難しいですね。逆なんですよね。で、それっていうのが何かというと、今からちょっと体験していただくんですけど、はい、ここを今黒い針がゴッていうところ、で、機関っていうものに5キロの力で目いっぱいギューって握ってるわけです、うん、でそうするとここ赤い針ゼロですよ、はいはい、ブレーキシリンダーの針っていうのはゼロ、うん、なんで目いっぱい握ってるんで今緩んでる、はいはい、で、これを持ってください。落ちました。で、この位置まで移動します、はい。じゃあもう一山、はい、少しだけこっち持ってきてください。少しシューって言います。あ、もうちょい、ほら、黒い針が下がってきましたね。おー、で、赤い針が上がってきました。で、この位置まで戻します。ということは、握ってる力が弱くなったんでブレーキが効いてきたり。へー、いいですよ、もうちょっと、はい、
ましたよね、はい、なので赤い針がいっぱい上がってくるんです。緩んできたんでギューッと効いてきた。何かというと列車連結しててバチッてちぎれました、うん、そうすると送ってギュッとするブレーキだと後ろの車空気送れないですよ、はいはいはい、そうすると止める方法がないんで、それぞれ各社に空気溜め持たせてて、うん、でもしそこの握る力がなくなったら列車が離れたりしてそのブレーキ管というものがちぎれた場合には自動的に各車両にブレーキがかかるっていうそういう仕組みになってます。なるほど、分かりませんでしたけど分かりましたなるほど、ブシャーこの位置まで、はい、この音普通なんだ。これ普通なの、はい、これ普通なんだもうちょっと怖すぎて挙動ってますけどってゼロになります。この位置は赤い針でいっぱい、これはあのここの赤いところが 454.5km で止まるように調整をしている音なんです。あの普通です。普通なんですね、はい、じゃあ汽笛行きましょう。はい行きましょう、これ引っ張るんですか。はいはい、だいぶ音大きいですね。あ、まだこれ絞ってる音、これ絞ってるんですか、はいはい、すいません、じゃあボンボン行きます。たまりませんねすごいなこれ、これマニアの人にはいくら払ってでも体験したいでしょうね、こんなこと。でまあ、ポンポーとか言って言いますけど、ちゃんとあの鉄道の業界の中ではあれにもちゃんと意味がある。意味がある、はい、はい、ポーポッポとか、はい、ポーポッポポーとか言って いろいろあるんですよ、はい、こうやって一生懸命こうやってやってるんですけど、はい、この下手くそがとか言って蹴られるわけですよ。上部足これはあるでしょ実は機関士と機関助士って仲がいいかっていうとそうでもない。悪い。ですごい、ここにあの水面計と呼ばれるボイラーの中に水が溜まってる位置を示すものがあるんですけど、はいはい、で機関士さんは水が少ない方がいいんですよ。でもこのボイラーの中で使える蒸気ってここからここしかない。うん、あと水でしょ。うん、水は使えないんです。ただ機関助士さんは蒸気作るために水いっぱいみたいなんです。とすると、機関士さんはこの下手くそ機関樹脂が水いっぱい持ち上がってるそうなんだ。で一生懸命こうやってる方は何を思うかって、こんな下手くそ機関士が蒸気しこたま使いやがって蒸気しこたま使いやがって、はい、なるほどなるほど、いくら大変だって足らねえじゃねえかみたいなこの狭い空間でやってるわけですよひどいな。お互いあの列車を走らせるっていう目的は一緒なんですけど思ってることが全然違う。大体昔はあの6ヶ月ぐらいこの機関士機関助士の組み合わせっていうのが変わる、あの6ヶ月で変わるんですけど、その発表がある日っていうのは皆さん憂鬱だったって言います。あの人につくのってアナログなんで、はい、腕がもろに出るんですよ。腕がね。あそうすると丁寧な運転とか、まあ、上手な運転される方は蒸気はやっぱり使うのが少ないんで機関助手さんも楽なんですよ。ところがどっこいこの無理くりにガーッて回される人になると一生懸命これやんないといけない。トリケン、いや中入ってきます。なんか下ですか。はい、狭いですよ。で、あのベアリング一切使ってません。兄さん、これ本当に大丈夫さん、こんな狭いところで作業してるの、はい、あ、この機関車はね、中スカスカなんで楽なんですよ。これ楽なんだ。めちゃくちゃ楽ですね、これ、どこからでも入っていけるんで。どこからでも入っていけるんですよ。へえ。これちょっともしゃっとしたものが見えると思うんですけど、これに油を浸すんです。キュッと押し付けてこの軸を、ですからこれも油。
ベアリングないんですよ。これ滑り軸受けてで、これは6箇所ですね。で、年に何回かこの箱を下ろして、この中に入っている布とかを詰め替えるんですよ。で、そこの布が悪くなってくるとこうギュッと押し付けてる圧力が、減ってくるんで油が上手に濡れない。ここの油が足らなくなるんで軸が焼けるって発熱してくるんですよ。で、これをですからこの機関車の場合には3軸同じものが向こうにもありますし。いやでも谷口さんすごいな、ようやるわこんなこれね、誰も教えてくれなかったんでね。あれはね、あの空気圧縮機の空気取り入れ口です。これがブレーキ装置です。で、ブレーキシリンダーがこれです。今ニューと伸びてると思うんですけど、はい、これが下がると、はい、これを中心にしてこれをこっちに引くわけですよ。こう押さえられたらこれでこっちに来るでしょ、はい、で、そうしたらここの板を使ってこれブレーキシューなんですけど、これを車輪に押し当てる。で、ブレーキも摩耗してくると調整してやんないといけないんで、これが調整する機能になります。ここを緩めてこの四角のやつをキュ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 回してくる。で、そこを後ろを見ていただくとそこにも油の感があるでしょ。見てやってないといけないんですよ。見て穴が開いてるんですけど、実は保存してある機関車ってそこに穴が開いてる方がいいんです。そこから水とかサビがみんな外落ちるんで、逆に穴が開いてない機関車ほど程度が悪くなるんですよ。本日はですね、若狭鉄道の SL の魅力をたっぷりと教えていただきました。ちなみにあの谷口さん、博物館とかで飾られてる SL をですね、はい、レストアしてくれって言ったら何万円でやってくれますか？治療、前回別なところでやったのが、総工費3800万ぐらいだったかな。5000万円でやってもらえるそうでございます。これを見た全国の皆さん、5000万円を出せばですね、動く SL が手に入りますので、若狭鉄道のですね、谷口宛てじゃなくて僕に声かけてください。間の中間マージンしっかりいただきますので。セブでした。ひどい終わり方だ。